じゃあ続いて2つ目の質問をお願いします。もう答えとして出てて、先ほど私が言ったそのインターンを参加して企業理解ができるから、最初は興味なくても志望度が上がって本選考でも出そうみたいなことにもつながるんですけどっていうパターンもあって、ただでもインターンの時点で出したくないだったら、まあ、出さなくてもいいかなっていう、もう解決されちゃったんですよね、このややこしくするんですけど、僕ちょっと反論してもいいですか？はい、僕はどっちかっていうと、間口広げた方がいいと思っていて、インターンも広げた方がいい。もうそもそも本選考だった。本選考です。やっぱその、我々その普段生活してる中で、それこそサプリとか博報堂ぐらいだったら知ってますけど、世の中の会社死ぬほどあって、そうですね、我々が普段の生活の中で触れないようないい会社が死ぬほどあると思うんですよね。広告ってなんか華やかとか、職業メーカー楽しそうみたいなイメージって、我々イメージ持ってるんですけど、全く当てにならないですよ。ならないです。で、僕なんとなく、金融商社不動産が興味持てなくて、多くないですよ。はい、多分就活生としては結構珍しいタイプだと思うんですけど、まあ後になってまあ受けときよかったなと思ったんですけど、なんとなくのイメージだけじゃなくて、説明会とかインターン申し込むとか、それこそなんか人に会うってことである程度見えてくるものがあると思っていて、自分全く興味ないなって思ってる分野でもとりあえずこうつまみ食いしてみるっていうことはやった方がいいと思ってます。それは多分インターンに申し込むってことなのか、いろんな方法あると思うんですけど。絞るっていう話に対する反論としては、就活って落ちて普通だと思うんですよ、基本的に。だってもう何万人とか受けるんで、普通落ちるんですよ。で、一番良くないのが、絞ってこう手札がなくなるパターンだと思うんですよね。南さんのおっしゃることももちろん、もっともなんだけど、少ない手札がだんだんなくなっていって、精神的にやられるっていう友達が何人か実際いたので、ある程度は手札は多く持っておくべきだと思います、本選考でも。まあそこに手間をかけすぎるとよくないですか。まあね、バランスですね。そうです、バランスです。業界の一つに絞らず、3個ぐらいの業界は保険として持っといて、まあ保険っていうよりかは、今全然興味ない分野でもちょっと知っとくみたいな。同説明会一つ聞くぐらいだったら分かんないと思うんで、聞いてみて、ああ全然違えなと思ったらそれはそれでいいし、もしかしたら違うものが見えてくるかもしれない。まだ見てない業界もいくつかあったりするんで、興味ないとこももうちょっと見ていこうかなって思います。そうです。で、あと我々就活するときって業界見るじゃないですか。この例えばメーカーなのかコンサルなのか広告なのかっていう話よりも、ぶっちゃけこっちの軸の方が重要だと思ってて、例えばメーカーの人事とコンサルの人事と広告の人事って、まあ、結構似たようなことしてるんですよ。で同じくメーカーの経理と広告の経理と同じような仕事してて、よしメーカー入ったものづくりの仕事するぞと思って人事に配属されたら人事の仕事するわけですよ。その通りだから、例えば私は飲み物が好きだから飲料メーカーに入るっていう考え方は結構危険だと思う。同じく私は広告が好きだから広告会社に入るっていうのも結構危険だと思う。広告代理店でも新卒で人事、法務、経理います。ぶっちゃけ、例えば年収って業界と役職で決まるんで、年収で見るとか、こんな汚い話ですけど、汚い話、汚い話、僕は3回でこれすごく大きかったんですけど、人で見るとか。僕はその選考を進む中で、これめっちゃいい会社だなと思ったんですよ。人事の人たちとか、会う先輩社員とかが本当にいい人ばったんで、すげえ会社だと思って、周りはやっぱそのビジョンでやるとか、この会社で作ってるものすごいいいけど、全然なんか税金払ってねえじゃんとか、なんか環境にすごい悪いことしてるよねみたいなところだったりして、自分がそこに属してるってことが自分にとって嫌だったら、多分入んない方がいいよねとか、そういうところ見た方がいい。根本のところと思うんです。ということで、南さん、それに対してどう思いますか？入社後のギャップっていうのはやっぱりよくある問題で、僕の同期でも100人ぐらい同期がいて、法務、人事、経理、合わせると10人ぐらいは、やっぱりバックオフィスと呼ばれている、全然関係ない業務の方に行って、だから経理に入ったやつは、それこそバランスシートとかどうだとか、イエローどうだとかの方を見る、まくるみたいなっていうので、そういう問題は起こり得る。そのギャップも、その OB、OG とかを通じて知っていくのが必要です。そうです。社員に聞いたら、だから100人中10人、そういうバックオフィスだよみたいなことを言ってくれるじゃん。っていうのも理解した上で入りたいかどうか。ちなみに、南さん的にはやっぱ絞った方がいいと思いますか？いや、まず人に会いまくった方が絶対に良くて、それこそ1日3人とかに会うのは絶対やった方が良くて、まず人に会うっていう部分でブワーって広げて、その上で本選を出すのを絞るっていう。だからバーって申し込むのは違うかな。人に会うっていう部分で広げる。会ってから絞る。豊村さんどう思いますか？それはそうかもしれないですね。とりあえずプレーエントリーだけ200社出すとかよりはバランスだと思います。だから本当にもう私はこの3社しか来たくないんだみたいなことはしない方がいいと思います。めっちゃいい話だった今。豊本さんちょっと優秀だからさ、動画の視聴者を真似できないんだよね。 OB、OG 訪問なしにその企業受かるっていうのは私の周りでもなかなかいなかった。でも1人はしてますよ。そんなするんですか？する。だって蹴られる可能性があるからさ。マジっすか？いや、本質じゃないですか。やっぱり一緒に働きたいと思えるものがあったらどこ行っても大丈夫ってことですよね。結局対策がどうでもなくて、でも要はでも最終面接で気になるのは恋の人が蹴るか蹴らないかをすごい気にしてるわけですよ。数千万かけてさ、蹴られたら罰じゃん。だから蹴らないってことが分かるのを担保する上で、俺は社員何十人と会いましたって話をしたし、富山の場合は選考が進んでいく上で結果20人と会った上でめっちゃ志望してますって話だから、蹴らないなっていう担保がされたっていう、それはあるかもしれないですね。要は蹴らないなって思わせることが大事って、そんな方法は何でもいい。わかります。ありがとうございます。自信がないとか自己肯定感が低いみたいな話をされてたんですけど、自己肯定感っていうよりは環境というか行動の話ですね。辛い状況を乗り越えたっていう経験があれば自分は大丈夫だっていう自信になるわけですよ。そもそもそれがあるんじゃない？挫折がわかんない。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。